9月に中国で行われたアジア大会女子 200m 平泳ぎで銅メダルを獲得した岐阜市出身今井瑠奈選手が岐阜県庁を表敬訪問。古田知事にメダル獲得を報告しました。金メダルを目標にやってたので銅メダルでやっぱり素直に喜べない部分もあるんですけど、久しぶりに日本代表に戻ってくることができて、日の丸背負ってレースをすることができたのは本当に来年にすごくいい経験になったなというふうに思うので、これからまた強化もしていきたいなというふうに思います。3日前の日曜日、自身が3歳の時に泳ぎを学んだ思い出のスポーツクラブで水泳教室のコーチを体験。子どもから大人までさまざまな年齢層のスイマーと交流を深めました。多くのファンから元気をもらった今井選手、来年のパリオリンピック代表を目指し活躍を誓いました。いろんな人に声をかけていただいて、すごくそういうのって勇気になりますし、もっと頑張りたいなっていうふうに思えたので、より自分を、超えていけるように頑張りたいなと思います。3月にまず代表選考会があるので、しっかり優勝して代表入ってパリに自信を持って臨めるように準備したいなと思います。